おはようございます。ジネット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。花粉がやばい自分花粉症の時期にね、毎回絶対花粉にもう花粉症にかかるんですよ。もう鼻水が出るわ、鼻声になるわで、ろくなことないですねいや本来のマスクの使うところがね、本当に来たって感じがするわ。なんだかんだでずっとマスクしてるからな。もう我慢のゴールデンウィークとか我慢のなんちゃらかんちゃらとか言いますけどね、そのうち僕はもうね、マスクつけてもんばとしないといけないことできませんマスクいつ外れんねやろな今回は変わった武器を持ちます。こちらです毒針です。魔法使いのみに許された毒針でいきたいと思います。お供は腐ったしたいとダークランサーでございますすごいな、ここまで毒に特化するか。今回は魔法使いパーティーの一種であるんですけど、まあ亜種ですよね、どっちかといえば魔法使いって言ったらもっと呪文系のモンスターが来るかと思えば、何ですかこの腐った死体はで、技は全部 B です。大丈夫です、 B 全部 B で OK です。やることは単純なんですよ。このゲームの毒っていうのは固定ダメージなんですよね。起きた、早速ね行きましょう。吹き矢のように構えて猛毒の池、どんなもん、てんてんてん嘘じゃあこれはどうだい、構えてるのは投石、そうこれ、これよ、毒が強いのよ。固定ダメージだからデンタザウスやデスゴーゴーみたいな硬い連中にも入るんだよね。さあ口を大きく開けて毒爆弾、よいしょ、おこれいいんじゃない、いいね、強いよ。だから実質的なダメージはめちゃくちゃ高くなるっていう感じだね。絶好調。お、いいね、魔法使い引き受けた。基本的な攻撃は魔法使いが引き受けるはずです。純粋な打撃ならね。雨降らし。まあ、今回はね、だからコンセプトだよね。もう毒にもう染まってます。おー、避けるね。回避率いくつだろう、でも。結構だ。すごい避けるよね。まあ、確かに。さあ、そしてですね、さらにね、この爆地チーム。で、毒が確率で付与される強力なね、チームにいた。そしてさらに、これですよ。キラーピアス。毒のチャンスを2回増やします。今回は珍しいよね。これを使うことでですね、猛毒の息が2回いけます。いけ！あ、1回だな、これ。お、猛毒強い！猛毒強い！そう、猛毒は140だから強いんだよな。2回判定入らなかったの残念だな。あれ2回入るとかなりね稼げるんだけどね。そう、毒針のいいところは猛毒の息を一人で吹けるところです。ガーズしましたね。ノーダメージです、なんとここまですごいですね。ノーダメージですよ。お、いいね、毒爆弾を取り出した、いくぜ、ほい、よいしょ、毒いけ、毒ダメージ与えてからのもう一回毒、口を大きく開けた、いけ、うわこれが毒の強みです。要は相手を毒漬けにしてやるってことですよね固定ダメージで圧倒的ダメージレースに優位に立つというね、そういうコンセプトで今回チームを組んでおりますんで会心は期待できるのはダークランサー、ただ一匹のみです。ダークランサーがね、もっといいね、代打がいたらよかったんだけどね。まあ、猛毒の息こうやって吐けるやつって、あともう一体あいつしかいないんですよ。あの合体モンスターです。あの合体モンスターです。もう言わなくてもわかりますよね。猛毒の息でね、猛毒キリなんだけど、あいつは。効果抜群だ！いいねー！これで150。ダメージです。圧倒的有利よ。さあ、行ってこい、槍を回転させながら突進、うわ強い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 、400ぐらい与えてんだよ、だってこれで。すごいな、お、もう想像してた以上に強い。シャドウ痛い。まあ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 、
まあ、腐った死体はね、呪文2話目なんで、そこはちょっと、あれかな、耐久はね、2400しかないんで、こっちは攻撃のことしか考えてないですからね。稲妻切り、ダークランサーに飛びますね、それ。お、いいねー、ダークランサー行きますか。はい、ここでキラーピアス行きますよ。さあ、2回行動して、一気に、ドッグ攻めにしてやりましょうや。今回は栄和さんは全く選んでいないけどね、君たち自覚あるな。槍を放ったー自覚あんな、お前。お前自覚あるわ、確かに。確かにお前自覚あるわ。言った瞬間、雨雲の槍放ったあたりはちょっと自覚あるな。まあ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 。このあたりはスパッと突破しましょうや。ね。毒が強いことをね、この1戦2戦目でね、皆さんにね、実感していただければなと思っております。はい。でも、強いね。主人公の猛毒の域意外と強いんだよね。ただ、主人公はわざわざこんなことしなくても、もともと強い武器もいっぱい持ってるからな。来た！猛毒の域！もう一回！もう一回！オッケー！もう一回来た！いけ！当たりを包む！よいしょ！これで毒で終わり！はい、オッケー！強い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 。いいねー。お、続くぜ、この動画。さあ、問題はですよ。問題が一つ発生しました。モンバトというのは3対3でやる分には良かったんですよ。相手が魔王だとどうなるでしょうか。先が見えてきたな。さあ、厳しいのはここからです。魔王に毒は通用するのかってところですね。魔王に毒が通用するのか、そもそも効くのか効くのかどうかもわからん毒を振らなくちゃいけないんだよな。さあ、猛毒の域、いけ !236! いいダメージ出んな、割と。打撃ブレスだからね。邪神官の邪剣、やめて、やめて、ダークさん、まあまあ食らうな。まあまあ食らったな。だから、一番普通にちゃんと出せんのはこいつだからめっちゃ噛んだわ、今。で、毒爆弾いきます。全然毒気になる気ないぞ、ハーゴン。ああ、いいねー、爆発ブレスだからな、一応。じゃ、とどめ打って、適当にちょろちょろやっちゃいましょうか。いつも通り。さあ、問題はここからですよ。今回主人公入れてっから相手のさ、オーブもちょっと気にしないといけないんだよね。波動で来る分には別にいいんだけど、相手のオーブが気になって仕方ないんだよ、これ。つまずり合い大丈夫かな。いや、まあまあまあ、そんなもんね、キラーピアスで解決しますんで。僕キラーピアス以外今日使う気ないっす。キラーピアスの使い方を教えてあげますよ。まあ、あんま、どっちかっていうとさ、ハヤブサの剣やキラーピアスってマイナーな部類に入るんだよね、SP の中では。2回攻撃できるって言っても、威力は下がっちゃうしね。お、いいね、2回入った。お、いいね、これ毒与えて、だから、追加効果のメダパニとか、ラリホーとかを、お、いいね、それを2回打つっていう点では、まあいいんだけど、おおやった、おっとおっとおー、ここかここか !121! さあ、決めてやれ、ひっかき攻撃切りいきます、うおー、いくぜなんでこれで倒したどうすんだよ、次どうすんだよ、マジでよ、ああ来てしまいました、赤目指導です、6900という超大記録が赤目、いや、見えてたよ、こうなるやろうなっていうのは見えてたけどさ、やらなあかんな、これ。さあ、厳しいつまずり合いになります、これは多分。これ勝てっかな、これ、あ、勝てっかな、相手勇気のボスの方が多いんだよな。アウン、立ち込めし。いや、メンタルでかします。気合でかくわ。お前と俺では気合が違う。
よっしゃー、オッケー。さあなんとか勝ちました。ここからどうしましょう。とりあえずとどめボーダーまで持っていこう。頑張って頑張って持っていこう。なんでお前らはそっち選んだ。確かに選択としては間違ってないよ。何も間違っちゃいねえけど。さあ行こう、さあ行こう。毒攻めにしよう、あいつを。固定ダメが入れば300打点か出せるから、ワンチャンある。猛毒の息、これで猛毒入れば。うわ入らねえ、きついか、さすがにきつすぎるか。疾走毒付き行くぜきついかダメだ、毒爆弾はでも効かない。いやー普通にきつい。波動できてくれる分にはありがたいんだけどさ、これとどめボーダーまで持ってくるのが厳しすぎるぞこれ。ダメだ、こうしよう。毒爆弾まで毒のダメージ与えても引っ掛ける方がダメージ上だわ。今回はちょっと作戦切り替えよう。作戦変更、作戦変更。キングマン、キングマン、猛毒の息どうだ。くそ全然毒にならねえ全然毒が効かねえよ。いけおらくそ叫びか、混乱だね。まあ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 、うわあ、まあ、悪い流れだな、これはひどいな。戸惑い攻撃入った、行きます、よいしょ、どういしょ、やばい5ターン目以内なのに3300まで持ってかないと魔王戦はほぼ負けです。どうやったら持ってけるか私には分かりません。今分からないです。ダガさん、ちょ。どうしよう。あ、写真の怒りやばい。ダークランサーが飛ぶ。避けろ、ダークランサー、何をしとるんや。ああやばいやばい、ダメージもやばい、やばい、それやばいって。あれ向こう容器溜まってんじゃん。え、あれあれ向こう勇気溜まってない？え？相手のさ、応募もちょっと禁止にしないといけないんだよね。相手のさ、応募もちょっと禁止にしないといけないんだよね。気づいてなかった、気づかなかった。でもどうしようもなかった、これ多分ボード足りてないからどうしようもなかったって。ちょごめん、不甲斐なかった。もう一回、もう一戦やらせてほしい。さっき言った通りモンバトっていうのは3対3のゲームじゃないですか。なんでここでこいつらにジャイアントキリングかましてみませんか。これダンスダラゴン、メタルハンター、ナイトリッチというね、地獄のような3人組今いるじゃないですか。こいつらに毒攻めで倒してやってジャイアントキリングを狙うっていう企画はどうでしょう。いいと思うんだよねこれ。これで倒せたらさ、もう英雄になれるよ。さあ猛毒撃、おい、くそ毒が入らんと何にも意味がない。いけ、しそ毒好き、よいしょ。くそ毒が入らんと何にもダメージにならねえ3対3の戦いで毒が思いっきり効けばダメージですね、圧倒的に有利に立てる。それを証明します、今から証明したいと思ってるんです。思ってるんだけどさそれ以上に簡単に削り切られるような気がするんだけどすごい簡単に削り切られそう。やばいって、いや痛いって。当たるところ誰に飛ぶ、多分主人公は引き受ける。避けろ、避けるんや、よし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 、ダメージレースに優位立てダメージレースに優位立て、猛毒の息が一発入るだけで140だからね。これで140入れば
いけ、猛毒の息、いやー効かねえなー、通り悪いな、思いのほうが通りが悪い、やめてー、ダークランさんはやめて、きつい、耐久がきつい、てかまだどこに一回も刺してない、毒好き141って、おい毒込みでも 200? いけ、毒爆弾いけ、ほらちょっと待ってくれって、全然効かねえ、ちょ全然効かねえ、どうする、これクラリするか、クラリします、ちょっときついっすけど、スペックでもう思いっきりジャイアントキリングしたいんだけど、こっちジャイアントスイングされてる気分なんだけど、おーいいねー、でもいい余計入ってるね、いい余計は入ってる、いい余計入ってる、いい余計入ってる、いい余計入ってる、ここでキラピアス切りましょうよ、ここで一気に逆転しよう、よし行きましょう、キラピアス一発逆転のチャンスがあります、ここからゴー、3対3のモンバトではね、毒が圧倒的有利なんだよ、行くぞ猛毒の悲劇、2回入った、2回入った、2回入った、もう1回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 、頼む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 、猛毒の息、全然入んねえ全然入んねえんだけど、痛いやばいちょっと待って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 、これは、ま、これはやばいって、え、これやばいって、ナイトイッチ動きた瞬間負けです、これちょっと毒の強さを見せてやる、ヤマト魂を見せてやる、行くぞ魂、よし毒のダメージ与えた、やったノルマ達成や、あ、おっと相手の攻撃、暗黒の呪文を放つ、ノルマ、いやジャイアントキリングはもう夢のまた夢、うん、魔法使いは普通に戦った方が強い、うん。